ていう話。ごめんね、8時ぐらいにいっぱい送ったのに、メールなのに。そう、今日はひーたんとちょっと用事をしてた。用事をしてた意味わかんないけど、ひーたんとちょっと用事をしてて、ちょっと用事をしてました。今日ちょっと口があんま動かないんですよ。だから優しくして優しくしては意味わかんないけど、そう、なんかいつもみたいにベラベラ喋れない。やーほー、エトルさん、ケイクワトルさん、ありがとう。外めちゃ本当、なんかでも風はすごいなと思った。エリューさんありがとう、エトルさんありがとう、イシちゃんありがとう、さくら、コイシカープさん、リさんありがとう、さくらとだんご、山下さんありがとう、広島待ってるね、可愛いから許せる、いや可愛くないよ佐藤さんありがとう、ダースさんありがとう、桜の花びらありがとう、佐藤さんありがとう、ダースさんありがとう、空がいのやつありがとう、ジュニアさんありがとう。部屋の片付けしたんだけどさ、マジでやばい、もうめっちゃ綺麗じゃないんだけどね、綺麗まで行ってないんだけど、まあ前回よりかは良くなった、前よりかは良くなった、まあ、綺麗に近い、ほぼ綺麗。空がにゃつさんありがとう、桜の花びら、加藤さんありがとう、ひーたん元気だ、ひーたん元気だよ、山下さん桜の花びらありがとう、誘われてないよ、誘ったじゃん。小笹さんだるまありがとう、りさんありがとう、小笹さんありがとう、ゆうゆうさんありがとう、ダースさんありがとう、優しくして、わお前優しくして、すーさんこんばんは、やっほー。そう、さっきはさ、もう今日さ、普通に道歩いてたんです、ひーたんとね、その本通りらへん歩いてて、歩いてたらなんかなんだっけ、普通に歩いてた、やばい、なんかが多い、普通にこうやってトコトコって歩いてたら、なんかおじさんになんかめっちゃなんか傘パッパッパッってやられて、うちめっちゃ水かけられて、なんかびっくりして、普通にこうやってひーたんと二人歩いてたんだけど、このひーたんとカナでおじさんがここにいたんね、おじさんがなんか普通にあのこっち側がお店があったの、しかもお店の扉とかだからさ、そっち絶対人いないわけじゃん、ここ絶対人いないわけじゃん、っておじさんがこのお店の扉の横にいるんだから、だからお店の扉の方にパッパッパってやればいいのにさ、うちの方にさパッパッパってやってきたからさ、うち普通にさ濡れて、もう本当にこういうこと多いんですよ、私ひーたんに爆笑された、本当にかなってなんかよくそういうのあるよねって言われる、本当にあるんだよね、めっちゃ爆笑された、もう恥ずかしかったしさ、なんかうわーとかも言えないじゃん、なんかわかんない、わざとじゃないかもしんないからさ、そのおじさんだってたまたまこうやってパッパッパってやったのがうちがいただけだったかもしんないからさ、なんもわーとも言えないからさ、こうやってちょっとニヤニヤしながらさやべえ濡れたみたいな顔でさ歩いててさ、でひーたんがさ、その後にさ1分後ぐらいにさ、もう言ってきて、マジでおもろいんだけどとか言って、もうひーたんずっと爆笑してんの、大爆笑してて道で、マジでおもろかった、でも自分でもまあおもろいからいいやと思って、まあ笑い話できるからいいですよ、ネタになった、いいネタできたねって言われた、ひーたんにうーん、本当にやばいんだよ、ゆうさんありがとう、キッチンさんありがとう、嬉しい、初見です、やった、来てくれてありがとう、嬉しい、 STU48 さん研究生井出香奈です、へへこんばんはったらこんばんは、リさんありがとう、桜の花びら、キッチンさんありがとう、リさんありがとう、口前の筋肉って意外とつきづらい、口前の筋肉、口周り筋肉ってこと、
優しくする、いつも優しいだろ、え、いつも優しい、違う、間違えた、なんかコメントをたくさん読めませんという事件。ザッキーさんやシルさんありがとう、夏目ありがとう、え、ブログ読んでくれてありがとう。どうだった ブログ、あ、お、あー、ポジティブ人間のやつ書いたのか、自分今日そう、もうポジティブ人間すぎて、もう最近よくわからん、なんかアンチとかいてもなんかもうなんか今はもうめっちゃもうメンタルが最高で最強なんですよ、自分マジで。もうおもろいぐらい最強、全部笑い話にできちゃうぐらい最強。マッピラピさん、桜原ピラありがとう、加藤さんありがとう、シルさんありがとう、空がいいやつさんありがとう、夏目さんありがとう、片付いた、片付いたはね、片付いたっていうか、なんか自分の部屋なんかそんな汚くなかったかもしれない。夏目ありがとう、桜の花びらすっきりした、タンタンありがとう、だるま収納ボックス咲いてますか、なんかお洋服入れるやつがなくて、あ、そうだ、沖さんが服くださったやつがあるんだけど、それ今度着ようと思ったけど、なんか冬みたいな、冬のニットだから、でも着たくて、着て沖さんに見せたい、着ましたってと思って、そうだからどうしようかな、いつ着ようか迷い中。めっちゃ怖くないですよ、タンタンありがとう、桜花火、洗濯はした、あ、洗濯したけどね、やっぱ干すのめんどくさくてね、やっぱね、もう一回なんか、まあ明日くらい回せばいいかなと思った。シルさん団子ありがとう、プラボックス、プラボックス、お日様さん見てるかも、あ、確かに、え、でもさ、カナウがこれ配信してるのみんな気づいてなくない、多分 X でなって、あで、なんか今日釣り目じゃない、なんかこっち釣り目な気がするんだけど、なんでだろう、綺麗に近い、そう、綺麗に親しい、うん、わかんないからいいやカンタありがとう、団子かすみ足を洗わないと部屋に入れてもらえないのね、え、ヒータンチでしょ、それね、カナウもなんだよ、もうみんなそう、今ヒータンチが綺麗になったから足洗わないと入れてもらえないんですよ、私のパクリしてきました、ヒータンが私のパクリです、可愛いに近い、やった、先週の日曜日も、まあ、シマエナガのぬいぐるみの巻きが、え、いいな、ゲーセン行かなかったよ、でもこんばんは、エボリチさんありがとう、桜の花見られし、 X 見てフォローしました、やった、嬉しい、やば、ちょっと待って待って、あの X の写真さ、大丈夫だよね、加工しないよね、あんまり、あれさ、加工じゃない、見ちゃった、普通にさ、画質がめっちゃ悪くて、なんかわかんない、多分暗いとこで撮ったから、薄暗いとこで撮ったから、ちょっと画質が悪かったんですよ、で高画質化させたの、そしたらなんかさ、なんかちょっと気持ち悪くなった、なんか変なところに線が入った、目の二重の線みたいな、ありがとうございます、やった、嬉しいな、やぼりちゃん桜の花びらありがとう、嬉しい、桜の花びら、されてないよ、どういうこと、ひろしさんなんでそんな笑うの、もう本当に、あいこちゃん片付けしてて短いのスカート早くやらないか、欲しいです、一生欲しいですって言ってこなんか禁止、やだ、無理、水かけおじさん、そう、水かけおじさん、おもろかったな、わかんないけど、エボリッツありがとう、桜の花びら小さいから、小説にしようわざわざ人いる方がいいそうなんか別にさ、クリーニング代、あ、なんか確かにめっちゃ濡れたけど、そんなめっちゃビシャビシャって感じじゃないけど大丈夫なんだけど、やり返しましょう、傘持ってなかったな、普通に来てたらないでしょ、最悪の日、最悪の日かな、なんかよくあるんだよね、こういう意味わからないことだから、まあ別にいっかと思って、もうヒータも笑ってくれたし、今日も誰かをなんか笑わせられて幸せと思ってだからもういいやと思って、もうそう、何も思わなかった、その時は。今日の鳴き声なんだっけ、あーだっけ、なんだっけ、今日の鳴き声、あー、え、じゃあなんだっけ、今日の鳴き声忘れちゃった、あー
みたいなやつ。森田さん旗ありがとう。ニヤ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 、やばい。そうなんかだってどうしたらいいか分かんない。なんか絡まれても嫌じゃん、めっちゃ変に。おいとかさ、絡まれるのマジで怖いから、うち本当にからなんかそういう絡まれるのだけは勘弁だから、本当にだから普通にニヤニヤして。でもなんか笑いたいけどさ、笑ったら絶対なんかもうなんかねえ、なんか起こりそうじゃん、事件が。だから笑わないでニヤニヤして。 M 体制、何 M 体制って、知らない人にいじられる。そう、金型だったら浄土は開かないときはありません。昔はありましたけど、小さくて見えなかったとか、小さくて、確かにありえる、小さくて見えなかったのかな自分。でもそのおじさんも自分と同じぐらいの身長だったんだよね。こんばんは、西谷さん。おじさんに水嫌ですが、水、女性に水、え、どういうこと、汗ってこと。前作った自己紹介ボードどこ行ったうちの自己紹介ボードどこ行ったやば、もう一回作り直さなきゃ。部屋の片付けした時になくなったんだよね、気づいた。かけるが星に、かけるブログの話ちゃんと前な前、あ、やばい。あ、ちょっとライトつけると眠くなるのか自分で。ライト消そう。マイマンボウナンバー5が頭に流れた。マンボウナンバー 5? 何、マンボウナンバー5って何。てかさ、昨日の水道を見て思ったんだけどさ、安倍島のやつとかさ、あれもう一回放送されてるじゃん。自分全部覚えてて、全部じゃない、大体覚えててくるちゃんのやつ。あ、自分水道大体見てたんだと思った。そんなめっちゃ見てるイメージなかったけど、毎週めっちゃ覚えてたから、うちめっちゃ見てるんだと思った。ブログめっちゃ良かった、ポジティブな、え、楽しいでしょ、人生楽しいかも今。1時間写真めっちゃずねえ、もう1年も経ちましたよ。あ、目が痛い。加藤さん、かんちゃん、ありがとう。奥さんから嬉しい、傘で後ろ見てさせてもらってます。いや、わかるかも。でもそれはわかる、なんか危ないってなるよね、しかも冷たいし。北海道のクワポサカハビル、ありがとう。やっほー、まるまるさん、ありがとう。ナチュラル涙袋、ナチュラル涙袋です、これ。姫野ちゃん、潔癖症じゃないよ、今部屋が綺麗になったから。うちのみんな、うちの 足洗いパクる。最近足洗いパクられた、ヒーターに。うちはもう足洗うとかの前に、うち最近人を家に入れてないんだよね。シェア機能を使って X にポストして。どうやってやるの。どうしよう。でもうわ、ちゃんとメイクしとけ。メイクしてるんだよね、ちょっとだけ。チークとかだけ。なのにあんまわかんない、チーク。どうやってやるの。あれ、やったことないシェア機能なんて。どうやって使ったことないよ。もしかしてこれ、あ、これじゃない。いいの、いいの、いいの、ポストするよ。お、いいんじゃねこれ。緑のスウェット、これはね、ポストできたか。タブレットがあるからね。あ、緑のスウェット、これのことか。タブレットがあるから見れるんですよ。私は最強です。おとといぐらいタブレットの充電 100% にしたのに、もう 12% になってんだけど、やばくない。今日の1億バズおもろかった。1億バズれってさ、間違えた、1億バズれじゃない、なんだっけ、1億人にバズれってさ、うわ、顔が真っ白。なんかさ、うちら略しないよね、勝手に略してるだけだけど。眩しい、下から光が。ちょ、これどうしたらいいん、ちょっと光すぎればいいのか。これどうやって確認できる。できてないよ。できてなくない。
出てこないんだけど。できてた。なんか知らんかったけどできてましたよ。なんかさ、ブログのさ、内容何書けばいいか分かんなくてさ、もうさ、もう3期研究生のみんなのさ、似顔絵描こうかなって思っちゃった。写真がなくて。加藤さん、グレートティーチャーさん、ありがとう。増えて、え、そう、めっちゃ増えた。カノレありがとう、さくらハミラ。ブログの浴衣の写真、懐かしくね、めっちゃ。あれ懐かしいよね、めっちゃ。もういつのことだか覚えてないよ。電球消しても結局眠くない。なんだろう。うわー眩しい。足割らなきゃダメって素で？素でって何？素足か。素足でいろってこと。え？そうだよ。ヒータンち素足でいたよ。予約しておこう。予約？休みありがとう、桜の花びら。うれ。待って、眩しい光がこうやって楽しんで全然ゾトントンになるみたいなことある。確かに人生トントン説。あ、もう大好き、あの歌。それは笑わしてるんちゃう。笑われとるの。え、どういうこと、かなが逆に。安部ありがとう、桜の花。西田さん、あとありがとう。ネタになったらまあいいかってことで、ポジ確かに。そう、そんなことがありましたよ、今日は。傘を。で、傘アタックされて。もう。助けてーって思ったけど、まあそんな寒くなかったしね。西田さん、ありがとう。寒かったらさ、ちょっとやめてよって感じだけど、寒くないからまあ別にいいかみたいな。すぐ脇に走る車場所あって、なんかそういう、私中学の時めっちゃ細い道とかだったから、学校帰るのが、それでなんかめっちゃかかることがあって、トラックの水がバシャーみたいな。で、そしたら友達がなんかそれってなんかクリーニングでなんか請求できるみたいな、なんか訴えられるよみたいな。なんか友達が言ってた。なんか水かけられたらなんかお金請求できるよ、ナンバー覚えときとか言って、でなんか毎回手にメモしてた。ちょっとでもかかったら手にメモして。そんな言ってないよ、わざわざクリーン、なんか言ってないけど、クリーニングとかで言ってないけど、なんか遊びでね、手にメモしてた毎回。あ、あの車かなに水かけたとか言って、あの56なんとかなんとかって。おはよう、渡辺さん、ありがとう、桜の花びら。大丈夫、作ろうか。フォロワー一気に250人ぐらい。ねえ、なんかたくさん増えて嬉しかった。嬉しい。嬉ピーマン、いつか水道の VTR でかなちゃん映ってたら私まいそう。え、やば、懐かしい。え、自分さ、この前さ、動画あさってたらさ、出てきて、自分が水曜日のダウンタウン出た時の動画を友達に見せてる時の動画が出てきた。なんか面白そうだった。これだけって言われてた。これだけなんですけど。水道おもろいよね。好きなんだよね。マルサータ、ありがとう。そうですね、渡辺さん、ありがとう。桜なんだけど、真面目に頑張っているから、こうやっていいことも起こると思って。確かに、よかった。もう真面目に人生生きててよかった。そうだね、人生トントン説だからね。トムトムさん、ありがとう。高菜穂さん、ありがとう。シャボタンあったよ。トムトムさん、ありがとう。土来た。あ、何これ。え、充電は毎日しようか。充電自分できないんだよね。最悪、今日マジで 1% だったんだよ。車乗るときに靴脱いでって言う男の人は、え、何、車乗るときに靴脱いでって言わなくない？だって靴脱いだら、そんな人見たことないかも。自分のお父さんもわざわざ靴脱いでなんて言わないですよ。吉川さん、坂上ね、ありがとう。ゆうきさん、ありがとう。団子、吉川さん、ありがとう。緑のスウェット、昔あのメイクしたときのスウェット、そう、ゾンビメイクしたときのスウェット、これ緑、まだこれ意外といいんですよ。意外ととかじゃなくて普通にいいんですよ。だからずっと着てる。あったかいしね。2日経ったら充電結構減るかも。え、何の話だっけ。もう忘れちゃった。ゆうきさん、ありがとう。一バズって、あ、確かに一バズって呼ぼう。一バズやばい。1人にバズったら勝ちじゃん。緑セット着てますよ。今。そう、着てるんで。似顔絵楽しそう。そう、なんかなくて。去年の大阪の浴衣祭壇の時、そう、浴衣は去年の大阪のお話し会の時の写真を載っけてブログに。3期でニューエラのキャップ流行ってます。え、そうなの？自分、なんか
なんかさ、新幹線、やばいって、新幹線乗るときとかってさ、なんか、だからみんなキャップとか被るじゃん。なんか自分それ、なんか嫌で、なんか、自分のプライド的に、なんか誰にも知られてないのにまだ、ちょ、被るのはっていう、なんか、謎のプライドがあって、なんか、まだね、帽子被ったことないんですよ、新幹線で自分。いつなるんだろう、被るの。いつか自分が、なんかもうテレビとかめっちゃ出て、もうめちゃめちゃ有名になったら、いつか帽子被りたいですね。帽子被る日が来るのでしょうか。さあ、ありがとう。こんばんは、はじめまして、X に。え、やった、嬉しい、やっほー。STU48 の、3期研究生、いでかなです。よろしくお願いします。え、ほんとだ、みんな来てくれた。やった、来てくれるんだね。すごい。初めてあの機能を使いました。ちょっと眩しい。やっぱライト消そう。目が痛くなっちゃう。キッチンさん、ありがとう、団子。その友達は弁護士志望ですか？いや、わからん。なんだろうね。でも、そう。じゃないよ。そうじゃないですよ。トリマー希望だった。トリマーだっけ、なんか犬の毛を刈るやつ。最善でメンバーの汗かかったら請求しようかな。いいよ、ナンバー覚えといて。静岡出身のお一人様、お日様と静岡民族。嬉しい、やった、よかった、静岡出身で嬉しい。静岡いいね、なんか静岡仲間嬉しいです。皆さん仲良くしてください、静岡仲間。最近ファンになってクソン専用アカウント作ってみた。どういうこと？嬉しいんだけど。ありがとう。嬉しい、ありがとう。やったやった、嬉しい。見てみよう。どういうこと？見てみようってどうやって見るの？X 見たい。やった、楽しみにしてるね、ひかちゃん。こんばんは、土足元気、カナタフォロワーさん。そう、タブレットの充電、タブレットの充電話か。そう、タブレットはなんか充電で減るのが早くて、もうやばい。だってさっき一回使っただけじゃん、こうやって X を一瞬見ただけでもう 1% 減った。そうなんですよ。 LA って何？ LA ってなんだっけ、ロサンゼルス、ロンドンか。ロンドンとロサンゼルスってなんかあんま違いが分かんないけどね。海外は海外だからね。なんだっけ、なんか昔そんな歌あったよね、なんか太平洋の歌みたいな、わかんないけど。なるほど、さようぶさとありがとう。今日も可愛いです、嬉しい。ちょっとなんか今日眠くて目が閉じちゃいますね。たまたこさん、桜花火ありがとう。せっかく、何歌えばいいの？やっぱお腹鳴っちゃった。何歌えばいいか分かんない。イヤホンあるけど、自分最近もう歌歌ってなかったね。イケアの帽子で、イケアの帽子やばい。イケアの帽子をさ、新幹線で被ってたらもうマジでやばいよ、本当に。普通に、マサヤさんありがとう。歯車か。まさやさん、旗ありがとう。ST で一番清楚系な、そう、清楚系。やば。でも帽子かぶってみたいな、新幹線で。で、なんかさ、普通にさ、いつも思うことがあるの。なんかさ、有名人の方ってさ、まあ、うちら3期生とかもそうだけど、帽子かぶるじゃん。でもさ、思う、なんか団体で帽子かぶってる方が、逆にうちは怪しいって思う。それならうちみたいに、こう、堂々と、もうマスクも何もしないで歩いてる方が、もう、なんも起きないですね。しんちさんありがとう、だるま。だ、間違えた、団子だった。フォローよろしくお願いします。いでかなですね。そう、バッテリー、そう、やばいのが、なんか、普通に、なんか、スマホも最近めちゃバッテリーの減りが早くて、もう一瞬でなくなるのね。だからやばいですね。今日エクソールやった、嬉しい、ありがとうございます。 STU48 3期研究生の井出かなです、よろしくね。読み間違えたけど、お一人様って、その時結婚したら驚くわ。いや
結婚しないですよ、私。結婚できないですよ。マペナミさん、桜の花見るありがとう。ST48 カード履歴アルバムで、ん？カード？カードって何？どういうこと？カードって。クレジットカード。ヤペリさん、桜の花見るありがとう。もちろん、日向坂さんの曲、確かに。有名じゃないのに芸能人みたいに帽子にメガネしてるのおかしいです。いやいやいや、言ってない。そんなこと言ってないですよ。でも、ヒーターよく帽子かぶってて、なんかでも、いいなって思う。なんかそういうのうちもやってみたい。3期生でも、でも3期生大体やってるかも。みんな帽子かぶってマスクしてるの。うちもやりたいけど、なんか自分、なんかできないんだよね。謎のプライドプライドっていうの、なんか。いや、めんどくさいだけか、ただ。わかんないけど、なんかできなくて、そう、帽子かぶれないの、自分。頭でかいからとかじゃなくてね。頭大きいからとかそういうんじゃなくて、なんかわかんない。なんかね、まだできない。ただきっと5年後ぐらいにもう大出世してたら、もしかしたらもう帽子かぶってるかもしれないけど、ちょっとまだね、全然。今ね、ショールーム見ながら金のうちを作って、嬉しい！楽しみにしてるね。完成したら金の X じゃない、チェータ。あ、え？あ、X か。X で待ってるね。見た、うちは。嬉しい、うちは。最近、かなうちは、ね、新作をあまり見かけなかった。みんな作ってくださるんだけど、くて、嬉しいんだけど、新作、久々だから、嬉しい。やばい、口が回らない。団体で帽子はね、怪しいよね。メンバーっておしゃれ帽子ってより、キャップしか被らないか、じゃあ、逆にバレそう、そう。ひかちゃん、ハタありがとう。バキハはなんか自分、なんか顔が隠れて前が見えなくなっちゃうから、普通に多分サイズが合ってないだけなんだけど、だから、被ったことないな、バキハ。なんか、自分がバキハ被ると、なんか自分似合わなくて、バキハに関しては普通に。なんか、サウナハットみたいになるから、ちょっと被ったことない。そう、キャップみんな被ってるね、でも。X 見て気になってきています。よろしくお願いします。やったー、嬉しい、やった嬉しい、ありがとうございます。 ST48 の3期研究生でかなです。やば、待って、メイクしとけばよかった。なんかハイライト塗っとこう。お日様さんが遊びに来て、嬉しい、ゆきさんありがとう、来てくれて。ちょっと、いや、なんかおめかし、ちょっともう実物で見たらやばって なるぐらいのハイライトをすると、ショールームでめっちゃいいんですよ。でも実物見たらなんかやばってなるよ。ハイライトつけすぎでしょってなる感じを。よいしょ。あ、オッケー。あんま変わんなかった。あんま変わんなかった。まあいいか。まあそういう日もあるよね。こんにちは。あ、こんにちは。一応フリマジェンド見ました。見た。ちょっと聞いてください。私さ、かすみがさ、なんかさ、岩崎かすみんがさ、なんかその、ま、あれは前もってなんか、なんとか作ってくださいとか、文章作文作ってくださいとか送られてくるじゃん。それで、うち、かすみちゃんに、なんか手伝って、あげたんですよ。作文作るのを。やってって言われて、かな、そういうの得意でしょ？やってって言われて、まあまあ任せてとか言って、やったんですよ、かすみの。で、楽しみに一個待ってたの。そしたら作文どころ、かすみ一個も使われてなくて、まあ、うちやばい、マジで、つまんなかったかもと思って。でも本当につまんなかったよ。なんかね、恋するカウントダウンを自分作ったんだけど、かすみんの。本当になんか、なんかもう、なんか恋愛小説みたいな感じだった。キンコンカンコン、チャイムが鳴った、みたいな。なんかそういう、本当にもう意味がわからないもう文章をやって。そう。でもかすみんと一緒に考えたって感じ。でも、自分一人じゃないしね。まあ、かすみも。伊達メガネもかけるな。なんか、おしゃれ伊達メガネ自分似合わないよね、多分。普通に、
あ、目が悪くてメガネはいつもしてる。お話が終わった後とか、もう、お話が終わった10秒後ぐらいにコンタクト取って、すぐメガネに変えるぐらい、もうコンタクト乾燥するからメガネしてるんだけど、普通のメガネはしてる。伊達メガネは自分に合わないんだよね。千穂さんが送ってかわいがってくれそうで。え、ほんと？え、この間千穂さんとたくさんお話しさせていただいて嬉しかった。充電満タンで全然ちょっとバッテリー落下しま、え、なんかそれ聞いたことある。でも寝る前にさ、絶対にさ、なんか、充電したまま寝るくないみんな。寝ないの逆に。1億人にバズれ、どうしよう。でも言葉にするのが下手なんだよね。誰かちょっとか、代わりに。あのさ、文章とかで考えてな、なんか、私 X もめっちゃ考えて出すから、得意なんだけど、そういうのは文章で。でも、配信だと、こう、なんか、思ったことをベラベラ喋るだけだから、なんか宣伝とかなんかに向いてないと思う、自分。シムさん初見です。サークーさん初見。ありがとう！やった !FC48 さん研究生、いでかなです。よっころ、よこ、よろしくお願いします。新作作ろうって、え、待ってるね。いや、なんか新作っていう字を飲んだ、見たら、なんかスタバを飲みたくなった。なんかスタバイコール新作っていうところがある。よくわかんないけど。カンゴール？カンゴールの何？あ、バキハ？なんか中学生の時に流行ったよね。カンゴール系。なにこれ、カンゴールっていうの？知らないんだけど読み方。わかんないけど、このロゴのね、わかるよ。なんか赤と白のやつでしょ。安部や、お新地さん桜の花見ありがとう。定型文多すぎて。シャンティシクさんありがとう。アシャ確かに絶対うちはつけて、表情はつけてね。アシャもう変わるのか。そっか、1年だもんね。やばい、楽しみすぎですね。どんな制服なのか自分までわからないので楽しみです。整えよう。どういうこと、サウナ？かんちゃんありがとう、桜の花びら。帽子って言ってくよ。そう、もし昇格できたら自分、そうしたいですね。帽子にしよう。じゃあみんなと仲間入り。でもそれを使うかは自分のプライド次第。今更。やすべありがとう、桜の涙。魔界の CD 販売所にアディダスの帽子かぶって見てました。なんで見てるんだよ来てよ、来てほしかったよ。X をフォローしてくれてありがとう、サックさん。ゆなさん、こんばんは。今更かよ。今更？お日様ですが、押します。え、ほんとこの子、ちょっと待って。やばい。今日めっちゃ目が乾燥して、やばい。やば、なんか初めてだわ、リアクションの途中で、なんか、退出したの。やったー、嬉しい、待ってるね。嬉しい、やったー、お日様さん、お日様様。やすべありがとう、桜の花びら。痛いよー。今日めっちゃ乾燥してる。待って、自分分かったことある、あ、言っていい？うちメイクし、マスカラした日は絶対に目が開かなくなるんですよ、こうやって。5秒以上画面を見れなくなるんですよ。分かった理由が。あ、もう言ったか今。マスカラしてるからですね。マスカラが多分乾燥剤なんだよね。こちらの間でフォローしました。やった！え？たまたくさん？どういうこと？セブンスタイルハイライトが。新しいマッチ。やったー！嬉しい！ヤフリさんありがとう。ちょっとこういう目でやってこい、今から。ちょっと、目が痛いので、空気に触れないように。そう。たまたまさんありがとう。あ、こうすればいいのか。順番に。かすみ森水軍団の演じそう。やばい！めっちゃ目が乾燥する。これ眠いだけなのかな？乾燥？これもしかして。眠いだけかもしれない。あ、岩崎かすみんですよ。しっかりしてください、かすみん。もう。友達が遊びに、そのまま、友達が遊び来て直でそのままベッド座ったらもう怒る。もうベッドは私の範囲。え、なんかでもこれ割といるよね、自分だけじゃなかったことに。この前安心したリアチューも言ってきた。なんか自分のベッドに入ってほしくないみたいな。本当に自分わかんない、潔癖症とかじゃないけど、自分のなんかその範囲に入られるのが嫌で、なんかその幕張の話し会の時に、ミューポンが私たちの部屋に遊びに来たんですけど、その時になんかうちのベッドに乗ろうとしてきたんですよ。だからもうめっちゃ追い出したら、なんかいじけちゃった。でも本当にうちはもう本当に、めっちゃ追い出してこうやって、ちょっと
やめてとか言って追い出したらピンポンがいじけちゃった。そんなガチでいじけたわけじゃないけどね。あー本当に思った以上に面白い人って分かった。やった嬉しい。面白い人って嬉しい。こうすられたりで最近でちゃんポストできているので、ほんと待ってるよ。やって、あら、カットされ、そう、カットされた。バレたんじゃ。でも全部叶うじゃないしね。どんなだった、どんなだったんだろう。なんか、なんだっけなぁ。なんかでも、どんなんだったんだろう。なんか、恋、恋の感想なんだから、もう本当にそのままだったもん。エコミールならぬ、カスミーム。確かに。見たかった。休みありがとう、桜の花びら。不自然だったことくらいかすみんではない。不自然だったかすみんがポストしないとかな。かすこって呼ばないね。かすこ先輩かな。頑張ってください。ああ本当にかなの話し会は超忘れだから、次お話し会あればお暇様の方も来てほしい。ね、次お話し会あるのかな。アルバムもうあったら来てください。 X さん本当うまいよね。純粋さまでの絶対ダメですよ。なんでお化けがあるの。ありがとう、ディスコさん、おはよう。元気さん、桜ハッピーありがとう。あ、お日様さーん、パーやっほー、みんな来てくれて嬉しい。そう。でも自分なんかね、なんだろう、なんかね、え、わかんない。なんか自分の周り多分お日様さん多いかもしれないかもしれない。なんか、お日様さん多いかもしれなくて、お姉ちゃんもお日様だったし、なんか友達、学校で一番仲良かった子もお日様だったんだけど、で、なんか、そのオーディション、いろんなオーディション受けて仲良くなった子も、お日様、お日様様だった。そう、元気さったありがとう。お日様っぽい、いっぱいだね。よろしくね、ハイペリオンさん。マミナミさん、サカンハミありがとう。なんかちょっと、研究生の紹介、なんかやばい、なんかこう、ああ、助けてみんな。こうやってうちいろんな人に見られると喋れなくなっちゃうんだよ、緊張して。こういうタイプなんだよ。どうしたらいい、どうしたらいい。マスカラの粉末が違うマスカラ試してみよう。やばいよ、もうめっちゃ目開けないもん。マスカラした日は。お日様いっぱい、マスカラ髪入ってるのでは、やっぱそう、そう。K-MAX の名前出すときに悪い人はいないと思ってるんでよろしくお願いします。やったー !K-MAX。でも最初なんか話題になったよね。私たちも1億人バズやるときやったときにさ、K-MAX なのってすごいってなったよね。そう、いろんなやつをやってるから嬉しかったね。私も休みありがとう。桜花見別とはせえゆうぽん、そうホテルのベッドはいいでしょ。なんかホテルのベッドも自分はなんか嫌で、なんか自分が好き、そう、今夜そこに寝るから、そこはなんか綺麗に保っておきたい、なんか範囲なんですよ。ホテルのベッドは。だから落とした。落としたわけじゃないよ。えいって。やばい、ひどい人みたいだけど、えいとは言ってないよ、こうやって。いけーってやった。ミューポンベッドで、なんか、ヒータンと二人でなんかプロレスしてた。例えば自分だってもう、外履いた服装でベッド乗れない人いる。うちそう。外歩いた服。ではベッド乗れない。うちそうだよ。ジャーキーさんありがとう。いろいろ質問してもらえない。過去の X のポスト面白いからね。やったジャーキーさんありがとう。団子私に質問ドラえもんごっこやった。青のシンフォニーさん初見です。ありがとう、来てくださってありがとう。お日様みんな優しいから。本当だね、優しい。もう私はもうもうなんかもうアンチが怖くて寝れなかったよ。嘘だけど。潔癖なクロちゃんの部屋のベッドで寝るの、あ、ちょっと無理かもしれない。長谷川さん、桜花見ありがとう。ツーな歌を歌うしか。長谷川さん、桜花見ありがとう。しんいちさん、ありがとう。STU さんでは、さやさん、リコチさんもそうですね。ねえ。そうなの、さやさんもそうなの。さやさんと日向坂の話を、リコチさんも。ついさん、ありがとう。ラブレター。何歌えばいい。だってうち下手だかもしれ、どうしよう、わかん、やば、なんか自分今めっちゃなんかコミショみたいな、コミショ発動してる。別にコミショじゃないのに。つねさんありがとう、かわいい。かなたポテト以外にも受けたことあるの。かなたポテト以外も受けたことある。あ、自分日向坂さん受けたことありますよ。でもこのエピソードしてよね、みんなに。一回日向坂さん受けたよっていう話をしてる。
あとと、あ、そう、やばい。なんかさ、自分さ、X でさ、なんかクイズとかさ、何万インプレッションいったら何とか出しますとかやってんのにさ、出してないんだよね、普通に。なんか何万インプレッションいったら、なんか、なんでクロちゃんと会ったことがあるか言いますとかさ、あとなんか5万インプレッションいったら、私の一番可愛いところ踊りますとか言ってさ、踊ってないっていう。やば、やろ。そう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 、綺麗な場所だから落とした。日向坂さん、何でしょう。ST ファンの呼び名って何？何なの？わ、なんか爪の中になんか入ってきた。なんて呼んでるっけ？え、なんて呼ばれてんの？ STU のファンの人って。STU ファン。ちちりんさん、ありがとう、桜の花びら。ポメさん、ありがとう。お風呂でスッキリした後にベッド。え、そうそうなんだよ。ミューポンとヒータンで、そう、ミューポン落とされてた。ヒータンとミューポンのプロレス。え、そう、お風呂でうるさいな、なんか、ガタガタ鳴ってるなって思ったら、なんか、プロレスしてた。うるさかった、とても。もう、本当にクレーム来ちゃうよ。ジオさんへの少女を蹴り落としたそう、なんか、こうやって、うわーって落とされてた、ヒータンに。こんばんは、キノコのカパさんや。X のアドレス。え、X のアドレスなんだっけ、なんだっけ、もう。もう、X のアドレスも覚えてない。かなう。STU だっけ？ STU だけ ?48 ついてる？確か48ついてる。多分これ。え、多分これやばいけど。え、こんなんだよね、自分のアカウント名合ってるかな。サーヤさんのこと初めて知ったのは、サーヤさんがお日様カフェのポスト見てなんだ。え？そうなの？キノコのカパパさんってさ、もっとさ、もうめちゃめちゃ前からさ、STU いると思ってた。ん？なんかこの前髪こっちだな。広島で、え、なんだよね、マルさんと言ってますよ。え、マネージャーさんと言ってるの？え、じゃあ今度なんか会った時さ、サンヤさんと一緒になんか行きたい。やった！サンヤさんと話すきっかけが、もう一つできた。うなる曲。え、何歌えばいいかわからない私。日向坂4期生は受けました。クイズの答え期待してない自分。一回聞いたらいけるかも。日向坂4期生受けたんですよ。なんかね、2時だっけ、どっかまで行きました。うわー、でもそんなこと言っちゃいけない。私は今 STU48 さんにという素晴らしいグループに入らせていただいているので、でも本当に日向坂さんも入りたかったよ。ハマってたからね。友達はなんかマックの地下で応募したらしくて、なんか地下にあるマックで、こう、書類っていうかその最終日の時間ギリギリに送ったら、なんか電波悪くて送れなくて、受けれなかったらしい。本当に。ちょっと頭悪いよね、うちの友達。お日様歴が叶う。え、そうなんか、その昔、確かに。いや。ちょっと待ってね。あ、やばい、ちょっと、一回ミュートにするわ。
頑張ればいけるかもしれない。船虫、何船虫って、うちのこと船虫って呼んでんの？船乗り？え、STU のファンの人って船虫って言われてんの？どういうこと？初めて聞いたんだけど。僕じりの間違いの時もあった。あったわ。お魚、やばい、お魚やばい、やばい、やばい、STU のファンの人ってお魚っていうの？え、公式系はないんだよ、STU のファンの人ってなんて呼ばれるか。てか、メンバーも分かってないの、やばいね。船乗りいいじゃん、船乗り。待って、お魚やばい、お魚。あーもうこういう意味わからんコメントにつぼってしまう。あ、意味わからんとか言っちゃいけない。面白いコメントに。日向坂誰が好きなん？日向坂誰が好き？え？え？前は、めっちゃ、え、なんか書いたんだけど、プロ、あの、画像じゃなくて、今日の朝投稿したやつ。あれさ、めっちゃ、あ、まあ、なんでもない。あれにさ、書いたんだけどさ、長濱ねるさんが好きで、で、影崎めみさんが好きで、そう、だったの、ずっと自分。かな、あ、よかった、合ってた。ヒープ、ヒーポン？二人でお風呂入って暴れてたんですか？いや、暴れてない。二人でお風呂入ってなかったよ、ヒータンとめみ。瀬戸カスじゃないの？え、何瀬戸カスって。お風呂入って、やばいやばいやばい。何？え、キサッシさんだ。誰もありがとう。さやさんとかなさんが仲良しないでくれ、そう、さやさんとね、仲良くね、なっていただいてるよ。ならせていただいて。たくさん毎回お話し会で話すと嬉しいの。落とした。なかなかね。いやいやいや。いや、あれはもう私が悪かった。もう完全に私が悪かったんです。本当に。浮かれてたんです、人生。そんなことがあった。あのね、本当にうちバカだからね、日向坂さんのオーディションを受けた時に、あ、そう、なんかめっちゃ浮かれてなんかいろんなとこに受かったのが嬉しくて、書類が。でもなんか学校とかに持ってて、え、自慢したわけじゃないよ、もうそれが嬉しくて、その紙が嬉しかったから、自分はもうバッグに入れてたら普通にそのなんか二次審査みたいなのがなんかいけなかったっていう。二次？三次？あれ何時だっけ。そう、なんかもういろんなさ、ブリンバンボンバン、何それ、加藤さたりが個人的に言われてるように今に見て、さたりが出会ってないかもね。確かに ST 好きだから複雑。地上に出ろよ。何地上に出ろって。何、あ、それな、マックの地下は暗そう。マックの Wi-Fi 弱かったらしい。それな、地上に、え、違う。もうギリギリでこう粘ったけど、もうギリギリで無理だったらしい。ほんとに。だけど、その子、もし、日向、え、その子はめっちゃ日向が好きなんだけど、日向が次会ったら受けるってずっと言ってる。その子は正源寺お子さんが好きって言ってる、ずっと。その、4期が入った時から。その前は、誰が好きって言った？カトシさんが好きって言ってたよ、その子は。アイドル全般。地下だから電波悪いの分かってるけど、それの。ST 入ってくれたかなこと。やった、嬉しい。そんなことないよ。あ、いける。日向坂さんの曲。いけるかな、素晴らしいグループですよ。おいさす。あ、箸が落ちたとか言ったら、なんでここに箸があるのって思われそうだからやめとこう。素晴らしいグループ。え、やった !ST48 頑張ります。かなちゃん地下アイドルも詳しいです。音消した。イヤホン壊れてないよ。吉川さんありがとう、桜の並びの。公式にはクルー呼びがあるけど。え、そうなの？え、そうなんだ。公式にクルーって呼び方があるの、ファンの人、STU のファンの人は。クルーって呼ばれてんの？あ、クルーは公式じゃないの。待って、めっちゃおもろいんだけど。お魚めっちゃおもろい。いや、待って。そう、柿崎由美さんが好きだった。もう憧れ、私憧れたらもうその人になりたいって思っちゃうんですよ。なんかその女性のアイドルとかと今までめっちゃなりたいと思って、もう長濱ねるさんはもうマジで前髪をこうしてたもん、グワインってやってるじゃん、やっててプリクラが今でもあって、なんかめっちゃちょっと垂れ目にしてんの。
だからめっちゃ垂れ目だった、そのプリクラ。バンビクルースペーサポツボった LT に書いちゃった。なかなかの子さんよ、なかなかの子さん。朝のポスター後付き、そう、朝のポスター後付きタグしたいよ、うちだってでもめっちゃしたくて、マネージャーさんに言うか迷ったけど、もう前回一回なんかもうこれで最後ねって言われたから、これ最後っていうかさ、知らなかったけどね、それがダメだったけど、最後って言われたからできなかったけど。しんさんドラマありがとう、ひかちゃんハートありがとう、フォローしてくれてありがとう。ブラックなかなか好き、ブラック、何ブラックなかな、ブラックじゃない、ホワイトだよ。船虫は某チャンネルで立てんのを楽しく言って、なんでなんで船虫なんていうの、なんか嫌じゃん船虫って、虫みたい。日向坂さん受かって出したの、受かって出したの、まずい、メールじゃないのか。おはよう高行さん、魚ハービルありがとう。お持ちのグッズの中に、あ、そう、お姉ちゃんが小魚さん推し、めっちゃもうめっちゃずっと、今は知らんけどね。高行さんありがとう、魚ハービル。さやかさんのメールで神奈川で書いてた、さやかさんのメール私取ろうと思ったんですよ、で言ったんですよ、だから私のメール取ってるって言われたから、あ、取ってなくて、でもあの取りたい、取ります今日絶対ってこの前言って、その時取ってなかったから、そしたら払えなかった、なんか支払い方法が選択できなくてなんかだから取りたい、私も日向坂のヤギさん見えるんで、ね、いいな、自分の初心者でやった時間に、ね、話しててよかった、それじゃね、やった兼任、兼任したいですね。スペシャルサポーターの人たちが来るっていうの分かる、俺も松田翔太誰だろう、お魚写真とやばい、クルー聞いたらマック想像、分かる、ちょ一瞬マックだった、頭の中マックだった。3期生ファンのことはおたくさん、おたくさんやばいでも本当にさ、ないないってことよね、そしたらないんだ。でも確かにどこも聞いたことないよね、そんな AKB も、あるっけ AKB って、 AK バーとか。エオンキが入ってかなさんに憧れておきましたって言われたらどうする、もうやばい、もうどうしよう、もう家に招いて一緒に映画館、映画鑑賞するわ。でも足を洗ってもらうけどね岩田さんありがとう、ひらなおさんありがとう、日向坂手にねるさんとめみさんのビービーブス、それガチャ、それガチャほんまごめんやでってさ、なんかめっちゃ流行ってるじゃん最近、めっちゃやってしまってさ、もう嫌なんだけど、もうなんかもう息をするためにすいてしまう、うちの近所の子にそっくり、やだやめてよ、近所の子もしかして私嘘ついたのか。しんいちさんドラマありがとう、キッチンさんありがとう、桜の花びら、かなちゃん STU から足を洗わないでくれ、洗わないわ、テロップそれでいいんか、え、いいんだよ。 ST を知った頃ユミリさんにファンの総称あるってショールームで聞いたけどないって言ってた、じゃないんだ、なんか誰か作ってほしいよね、後輩にもあれよ、足を洗わすのさ、いや誰でも洗わすよ、もう誰でも洗わす、え、だって私が、妹とおばあばとかお母さんが広島に来てくれた時があったんですけど、広島に、静岡から広島にわざわざあのお誕生日の時にサプライズで来てくれたんですよ。その時も別に自分の家で祝ってくれてもいいじゃん、でも多分かなうが嫌だって言ってるかわかんないけど、あのホテルでなんか祝ってくれた本当に。でも別に家族は別にいいかもしれないかも、部屋に入るとき足を洗ってから入れるのは愛子ちゃんと一緒、やった DD からは足を洗いたい、何足を洗いたいってどういう意味があって言ってるの、足を洗いって意味がわからないんだけど、手をそういうのやるじゃるよ、こいつと思わんか、確かに軍団員でいいじゃん、軍団はあるのに、足洗ったらかなちゃんのこたつに入れません、絶対に入れません、足を洗すのかどうかとし、あ、え、そうなの、同じ発想なの、え、でもやっぱりいっぱいいると思う、いっぱいいる気がしてきた、なんか今みんなの話聞いてたら、誰でも誰でも足を洗わすんだ、みんな
自分だけかと思って、ちょっとあんまなんかね、なんかあらんだよね、なんか言いたくなかったのね自分今まで。ちょっとこれやばいかな、自分なんか潔癖症をなんか世間に公表するのやばいかなと思ってね、やめてたんだけど、まあ、それならいいわ、これからも言おう、まあ、言ってるけど。水虫って何？吉川さん、ありがとう。桜の花びら寛容区。自分はひなのさんの勝利の賞、ゆみさんに1万円なだれ込み以来、ひなたなこと。え、嬉しい嬉しい、そんなの嬉しくて、ありがとうございます。確かに頑張ろう、私たちも。何を頑張ればいいんだろう、何を頑張ればいいんだろう、じゃない、間違えた。じゃあ なんか歌おうかな。コメント追いついたから。でも何を歌えばいいかわからない。一旦曲見てみよう。待って、今日歌えるのかな。なんかちょっとさ、今日なんかわかんない時痛いんだよね、これ口らへんが。だからさ、なんか歌えない。歌えるか、別にこんな喋ってたら。まあ行けますよ。でもいつも何歌ってる？日向坂さんの曲カラオケで絶対歌うけど、カラオケっていうかこの配信で歌ってるよね。でも何歌ってるっけ？そんなことないよ。歌ったことある？手がだ、いつも自分が歌ってるの。思い出した。何歌おう？なんか緊張するですね。あれ？緊張して歌えないかも、やっぱり。何歌えばいいか分からんから。悪事してないわ自分。新しいファン増えてくれるといいね。ね、見たいって言ってた、見せてあげよう。てかもいけた、一番好きな曲。確かに、やばい、難しい。やばい、ごめん、みんな今絶対うるさかったよね、ガシャ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 。たっちゃん初見です、やっほー。じゃあみんな優しくして、私に今日口痛いから優しくしてね。ちょっと最初に言い訳しとこ。なんかダウンロード失敗されたんだけど、どういうこと？電波が悪いとか。なんかダウンロード失敗になるんだけど、ちょっと本当にうち今日口痛いから、もう許して、全てのことに許してもらおう。なんでだろう。なんかラウンドオーロダウン失敗されるんだけど、歌わせてよ私にも。ダウンロード、なんか何がダメなの？歌っちゃいけないの私は、もしかして。神様からのお告げかな。今日歌わない方がいいよ、口が痛くなるよっていう。お願い。なんで？じゃあちょっと一瞬待って。Wi-Fi 切ったのに。待って、本当にやばい。これ神様からのお告げかな。だからやめようかな。お願い。
あ、バグったバグった。あ、いけたいけたいけた。いけた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 。いけたいけたいけた。よかった。びっくりして今一瞬ちょっと止まっちゃったかな今。え、いちごちゃんも歌えなくて悩んでた？よね。なんかランドードできない今日。歌います。叶う。え？え、わかんないけど、え、多分、え、名前が一緒ならさ、なんか叶うにさ、いつもさ、なんかさ、もう、なん
なんか暗示してくる人いるじゃん。その人が入っ、はい、ルームに入ってきた。ブロックしよう。うん、ありがとう。もうめっちゃ久々だった。カラオケもう歌わないにしよう。音楽の人、 S 音楽の人音楽の人が入ってきた。え、多分同じ名前なら、その X の名前で入ってきた。カリサとありがとう。キッチンさんありがとう。シロガニアさんありがとう。タンタン加藤さんありがとう。やばい、口がもう本当に痛いです。加藤さんありがとう、嬉しい。ミシロボイさんありがとう。アンチブロ、いやアンチさん、なんかさ、そうアンチかも、そう意地悪されんのあの人にか、なんか何してもさ、そのさ、そのある特定の一人の人にさ、なんか何しても追いかけられるんだけど、なんかもう1週2週間前ぐらいから。でもさ、 X でさ、なんかわかんない、 X でさ、なんかブロックしたらさ、相手にブロックしましたってわかるしさ、なんかそしてブロックしたらさ、なんかブロックされたみたいなさ、スクショしてさ、それあげそうじゃん。だからさ、ブロックしたくないんだよね。ミシェルボーイさんありがとう。しんちさんありがとう。どんだけ追っかけてくんのよ。え、そう、もう怖い。だってうちのことフォローしなかないくせにね。マピノピさん、桜花びらありがとう。別の機会に暗闇をかなちゃんの歌で聞かせてください。え、暗闇はいいよ別に。暗闇はね、でも最近なんか本当にボイトレしない。暗闇もボイトレしないよ、もう毎回。そう、やり方汚いからしょうがない。え、なんかさ、めっちゃ思うのがさ、でもさ、毎回思うのがさ、なんか、そのなんだっけ、なんか、その、音楽の人いるじゃん。音楽の人さ、上げてたやつさ、思うんだけどさ、カナだけじゃないやんって思う。なんか、なんでそんなさ、カナのことさ、一生つきまとうんだろうって。もう、嫌になってくる、その人は。だって何してもさ、何してもつきまとってくるんだよね。ミュート機能がある。確かに、ミュートしようかな。バイバイ。確かに。ミシロボイさん、ありがとう。なんとかでよくないっすか。暗闇は自信ある。え、そう、ミュートで、確かに、ミュート。すぐミュートしよう。女性を振り向かせるには追いかけるだけではなく、弾くことも大事なよね。知らんけど。どういうこと？え？どういうこと？弾く？弾くの？弾くこともって書き方。ああ、確かに。え、そうなんだよね。もうさすがになんかもうしつこいですね、アンチ。まあ別にいいですけど、勝手にしてくれれば。からそう、楽しか。え、そう、なんかさ、それな、もはや熱狂的なカナのファン、それな、そう思ってきたって。わざわざさ、フォローしないのにカナのアカウントさ、ポチって押すってことはさ、うちのこと絶対気になってるやん。押してダメなら引けって、あれマジやで。押してダメなら引け。声は押し引きを楽しいものさ。え、そうなの。みちかさんこんばんは、来てくれてありがとう。毎日検索してくれて、確かに逆にね、感謝しなきゃ。ありがとうございます。そうだから、最近なんか、あ、わかった。そう、今日と昨日はね、あ、自分の名前検索してなかったんですよ。嫌だったから、すごく。そしたらなんかママが送ってきて、なんかママがこんなのもあるけど大丈夫だよみたいな送ってきて、それでうち気づいた、初めて。知らないんだけどと思って、それ全然送られなかったより知らなかったんだけどと思って。そう、今日のしゃがんでるポストの写真めっちゃ可愛かった。え、あれさ、竹野さんの卒コンの時にね、撮ったんだけどさ、ずっとさ、なんかあれめっちゃ画質悪かったからさ、暗いとこで撮ったから、だからさ、ずっと撮ってなかったんだよ。あ、ずっと出してなかったんだけど、ちょっとあの、ちょっとあの、じゃあ加工して出していた。そう。ありがたい話ね。
やばい、もう口が痛くなってきた。本当に好きすぎて相手が動かなくなった時、興味なくなった時にしてた。チカルチカル、あ、そうなの。え、どういうこと？興味ない、え、興味なくなったふりすればいいの？え、じゃ当分興味なくなったふりしとこう。え、でも、え、ママがチェックして、ママがチェックしてくれてます。そうなんですよ、バズりに貢献してる人超ポジティブシーン。確かに確かに超ポジティブシーンか。ママがチェックしてくれ、そう、ママめっちゃチェックしてるよ。ママさんも気にしてくれそう。サッチが2個見たいって、え、サッチに送っとこう。毎日話したくなくなる気持ちは分かる。里見は大事なんで、ね、知らんけど、そうなんですよ、本当にそう。まあいっか、まあそういう日もあるよ。別にうちはあんま気にしないです、あれは。そしてかなちゃんピンチの時に再現なく、知らんけど、確かに。それさっちゃんリエちゃんリエちゃん、え、そうなの、え、待って待って待って、や、え、そうなんだ。まさやさん、桜花びらありがとう。この前の似顔絵、ね、この前の似顔絵、え、じゃ今日は誰かの似顔絵描こうかな。誰のメンバーの描こうかな、似顔絵。ちょっと、もう、なんかわかんないけど、口が行きたい事件が発生してるので、口が、ま、回らない事件が発生してるので、喋らないようにして。もう、あれしよう。なんだっけ、似顔絵描こう、メンバーの。そっか、そっか、高校卒業したからか。ん？え？なんか新鮮、新鮮だわ。わはは。さっちこの時間寝てそうなのに。自画像、自画像やばい。もうめっちゃブスで描かないと、なんかもう炎上しそう。マッピナピサ桜花見ありがとう。さっちが配信してました。寝てたね。そうだね。一日一緒に似顔絵描くって言ってた。俺めちゃか、俺今日めちゃ格好つけてるけど全然モテないからね。え、ちょっと待って。え、モテるって言ってないよ。大丈夫。モテそうって言ってないよ。大丈夫。長濱ねるさんがいるので、そうそう。誰の格好かな、じゃあ、今日は。ヒータの似顔絵描こう。いいな。いいなってか、まあ、自分前からできたけど。でも大変だよね。何時にもできるっていいよね。だって自分なんならさ、夜中にさ配信したいもん。夜中の方が起きてる率高いんだよね。これ夜中の方がさ配信したくなる。あ、リプレイ、待ってリプレイ。ちょっと待って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 、リプレイ しない時期発生した。え、忘れてたわけじゃないよ。リプレイしなきゃと思って。絵得意なのか。絵は得意です、得意です。 ST のみんな頑張ってるよね。頑張ってる人生。メンバーとコラボした。え、コラボしたい、コラボしたい。でもよく最初はしてたんだけどね。最初はしてたけど、なんかだんだんやっぱね、あのなんかね、ファン、なんかコラボするとファンの人とコミュニケーションが取れなくなるんですよね。あ、こうやってさゆっくりコメント読めるけどさ、なんかメンバーと配信すると読めないからさ、なんか自分向いてないかもって思った。なんか例えばこの同じ部屋に誰か二人いたとしても、なんかそっちになんか耳がいっちゃって、なんか自分普通になんか自分のコメント読んでるのに、なんか頭がなんかどっかすっからかに飛んでいくんですよ。だからなんか両立できなくて、話すことと聞くこととか。だからそう、メンバーと最初やってたけど最近やってないね。じゃあヒータの顔描こう。どうしようかな。ヒータと一緒の時めっちゃ盛り上がる。そう、ファンの人のこと置いてけぼりにしちゃうからね自分。ヒータンはこんな綺麗な丸い顔で、なんか前髪はなんかこんな感じ、こんな感じかな。1分だよねこれ。1分制限あるよね。あ、やば、待って髪の毛が、え、どうしよう、髪の毛かけなかった。まあいいや、髪の毛が、
しょ。 OK。 あ、間違えちゃった。やばいやばいやばい、髪の毛が。もういっか、ちょっとぐちゃぐちゃだけど。あ、やばい、これ絶対間違えた。一歩あっという間。やばいやばい、コラボはコメント読まなくて。そうなの。でヒータはなんかよくこんなちょっと困り眉をしています。で目がなんかちょっと丸いです。で垂れ目とかはなくて普通だから、ここは近いんですよね。こんな、うん、こんなんじゃないじゃん。で目で目で鼻が綺麗で口はこんなで、まつげは、あ、間違えた。こんな感じで、で完成。ヒータン、ヒータン男受け良さそう。確かに確かに、そんな顔してるよね。お姉さんみたいな顔してるよね。大人っぽい。ヒータン、あ、消えちゃった。ヒータン、ちゃっちゃじゃーん。ヒータン完成。ちょっと質素なヒータンだったけど、ヒータンです。あ、消えちゃった。完成ヒータン。なんかでもなんかヒータンってさ、じゃあバカにしてるわけじゃないよ。ヒータンバカにしてるわけじゃないけどさ、なんかさ、よくさ、なんかさ、配信とかなんかわかんないけど、なんか自撮りとかするときかわかんないけど、なんかさ、めっちゃさ、なんかこうやって眉間にシワ寄せて、なんかこうやってやるんですよ。なんかヒータンは3期生で誰よりも一番鏡とかスマホとかで自分のことを見てる時間が多いんですけど、多分なんかもう話してる時とかもずっとこうやってやって、なんかこうやってなんか分かる、なんか上から目線みたいなことして、なんかぶりっこしてます。いや、怒られそう。ヒータにぶりっこしてるわけじゃないよ。多分ぶりっこしてるわけじゃなくて、でもなんかよくなんかね、気づいたら鏡見てこうやってなんかこういうのやってますね。その眉毛こういう感じの、1分で描いたらいろんなとこ描ける。え、そうなんだよね。あ、テリーさんだ、ヤッホー。え、モモンガがいい。モモンガが、あ、じゃあモモンガ間違えた、モモンガじゃなかった、間違えた、なんだっけ、栗まんじゅうがいい、可愛かった、栗まんじゅうちゃん。あ、ちゃんなの、あれ誰なの、あれ、声聞こえて。え、どうした、桜花火ありがとう。ヒータもと、え、そう、なんか桜花火ありがとう。コラボ配信の時はコメント読まなくても、メンバーが楽しく配信してるのを見るだけでも楽しい。え、そうなの。またコラボ配信したいの。結婚してどうしようかな。じゃあ結婚して、じゃあ、じゃあ、じゃあスープ作ってくれたら考えてあげる。今お腹空いてスープが飲みたい。いや、ダメダメ、ダイエットだから。
もう本当に最近マジで一日一食ですよ。だからお金はいっぱいあるんだけど。え、で、かわいかけてるよね。え、口、え、ヒーダーさ、よくさ、なんかさ、なんか、さっきの写真みたいな、画像みたいなさ、口するよね、こうやって。みたいな。やつやるよね、ヒーダーよく。よく写真とか。なんかこの前ヒーダーさ、なんかさ、なんか寝っ転がってさ、下ベロ出してる写真。写真投稿しててさ、それでもうヒーターめっちゃいじった、それで。うわ、何投稿してんの目が特徴あるよね、まん丸。ツインにしてるから自画像じゃない。目がボルボックスって何もっと激しいよ、ヒーターさん。サッチに似顔、サッチに見せたい。美意識が高い、え、今美意識が高いってこと、そう。いる、いい意味であざといんです、そうなんですよ、なんか。何の話あ、そう、ポストはチーカーガチャの景品の話、そう、それそれそれ、それそれそれ、栗まんじゅう、栗まんじゅう。はい。ゆうなと配信したい、待ってて。ほんとに。ゆうなおもろい。さすがに一食やばい。そう、でもさ、ダイエットしたいけどさ、なんか、自分ここ痩せたくて、ここ痩せたか、痩せたくて、そう、痩せたいんですけど、ここの肉がなくなってほしくて、なんかその、7キロ痩せたら、こうなりましたみたいな、ビフォーアフターが流れてきて X で、なんかビフォーが今の自分でみたいなの、だから自分7キロ痩せたらアフターになるのかなと思って、だから痩せたい、めっちゃ。だって顔がなんか肉がついて、なんか可愛くないもん、ここほっぺのところとか。メンバー同士とコラボレーだから、メンバー同士盛り上がってるのに、ほんと一緒にご飯食べ行きません。でもお腹空いちゃった、ちょっと食べてるかわち。あー待って、最悪。今さ、今からそのなんか始まってさ、洗濯、じゃあここにね、今いっぱい服が出されてるんですよ。キャリーケースから出してきた服を、もう1ヶ月前ぐらい。ずっとキャリーケースに入ってたんですよ。だからそれをハンガーにかけなきゃいけないっていう作業があるんです。よう、もうそれがめちゃめんどくさいですね。とっても。かわいい。やった。お疲れ。了解、クリワンジュね、プレゼント会議されば保管しておく。やった嬉しい、ありがとう。プレゼント、あかん。あ、間違えた、プレゼントじゃない。収穫できるように頑張るね。やっぱり一食しか食べてないかな。一食しか食べてないよ。言うてお腹すかないんだよね。でも夜お腹すく。もうこうなったらお風呂入って寝るすぐ。まさにさ、桜ハミラありがとう。食事ちゃんと取らないとダメで、食べるものの定力。カロリー確かに。どうなんだろうね。ほっぺ、たぬき顔は人気あるけどな。たぬき顔になりたい、かなも。かなもたぬき顔になりたいんですよ。可愛い洗濯物見せません。洗濯物干すときは人生で一番くせ、え、だよね、それ思ってヒーターに言ったらさ、え、何が大変なのって言われた。マジめんどくさいよね。プレゼントできるようになったら服とか靴。え、待ってるね。食事大変だよね。なんかわかんない。一人暮らし、もう、難しい、本当に。わからない。なんか食べ物とかも本当に。何を食べればいいかわからないし。本当にそんなことばっかです。どうしよう人生って感じのことばっかなんですよ。食べ物がなくてね。あ、でも今日冷蔵庫なく整理したから、もういらないもの全部捨てた。そう、今日いっぱいゴミ捨てたんですよ。売りに痩せても口周りだけ痩せてほっぺあかんと思うか。でも口周り痩せるだけでも嬉しいですよ自分は。なんか口周り痩せるだけでも変わるのでは。サラダチキンおすすめです。あとは野菜食べましょう。野菜はマジでめっちゃ好きだから、野菜はめっちゃ好きだから、そうなんだけどね。サラダチキンの美味しさが未だにわかんないんだよね。中学の時に、なんか、サラダチキンをめっちゃ食べてたんだけど、美味しさがわかんなくて、もうめっちゃなんかもう気持ち悪すぎて、なんかもう、おえってなりながら食べてた。カナウカツのおかげで体重増えそうで毎日走ってる。今日もスイーツお供えしたわ。え、見たよ。もうその調子、その調子。走んなくても大丈夫だよ走んなくていいから、あの走んなくていいから大丈夫。走んないでスイーツだけ食べて暮らそう。一番幸せ。丸々さんこんばんは。でも自分思った、でもなんかその一時期、あ、そう、なんか最近もまたねなるんだけど、なんか喉が通らないよね、ご飯が。なんかおえってなるの、食べようとすると多分で、なんかそれをなんか経験してから
もうなんか大量に食べれなくなるのね、その時期、それがある時は。それ経験してからやっぱなんか食べ物って食べれる時に食べといた方がいいってめっちゃ思う最近。だから最近は食べたい時に食べたいもの食べてたんですよ。そしたらお金なくなっちゃった。次カナダさんには頑張ってもらいたい。カナダさんには頑張りたい。レンチン活用、洗濯をしましょう。はい、レンチンも頑張ります。カナダちゃんのことを思うと愛しくて飲食物しか喉取りません。それ以外喉取ったら死んじゃうじゃんよかった愛しくて。のっぴわぴさん、さくらさんみろありがとう。はねちゃんありがとう。さくらさんみろ、前に10キロ痩せた時は野菜と豆腐メインの。でも自分豆腐好きだから豆腐でもありだよね。全然確かにそれありだね。でもやっぱなんか同じもの食べ続けるとさ、ふとした夜中とかにさ、うわ甘いもの食べたいってなるんだよね。サラダチキンはモキモキじゃない方が美味しい。なんかサラダチキンなんか味が多分自分好きじゃないんだよね。炭水化物はお昼にお米代わりにブロッコリー。すごい本格的なガチダイエットか。でも自分ブロッコリーにマヨネーズつけて、もうめっちゃべちゃべちゃにつけるのが好き。もうダメかそれの時点で。プレーンじゃないやつかな。そのままでそのままで一番かい。や可愛くないよ本当に。セルブンのマカロニさん本当に食べたことあるよ。最初の方めっちゃ食べてた。いや走る、お供えもする。えらっ、なんか走るっていう習慣があるのがすごいと思う。自分走るとか絶対走らんもん。走るとか口だけで。この前お散歩毎日頑張るって思ったけど1日で終わった。自炊生活も1日あ0日で終わっても恥ずかしいです本当に。胃袋が小さくなってるのかな。もうだからね、食べるときに食べときた方がいいです。みんなアサイボールとか再利用し始めてるよね。えあれさ、食べたことない。美味しいのアサイボール、食べてみたい。おはよう、全部最近あります。野菜大好き。麻婆豆腐食べたい。ブロッコリー美味しい。えある、なんかさ、喉のノックモツさ、なんかうまくノックモツないとさ、なんかおえってなるんだよね。なんか赤ちゃんみたいバジルソルトとかタンドリーチキンみたいな味付いたの豆腐ありですね。待って、すごい、なんかなんでみんなうちよりもダイエット知識あるの、すごすぎでしょ。ブロッコリーにマヨネーズ最高だよね。8時間ダイエットも効果できるかな。時間が不過ぎたことだから難しいかも。そうなんだよね。どうすればいいと。0日0ですよ。13位トムトムさん、12位シェルさん、11位タンタン、10位ヤフペリさん、9位吉川さん、8位キッチンさん、7位高雪さん、6位佐藤さん、5位エートルさん、4位マピノピさん、3位ダースーさん、2位空がウニャットさん、1位はヤスベ。ヤスベありがとう。ヤスベいつもありがとうね。これからもよろしくね。ありがとうみんな、いい夢見てね。私は今から洗濯、このベッドに上に置いてあるやつをハンガーにかけるというめんどくさい儀式がありますので頑張ります。みんなもいい夢見てね。明日も頑張りましょう。バイバイ、おやすみ、ありがとう、おやすみ、またね。洗濯頑張れないもう洗濯頑張れません。おやすみなさい。土日配信やった、ハンガー関係頑張れませんバイバイ、バイバイ、バイバイ。かなも楽しかったよ、みんなありがとう。あー、この気まずい時間あと1分というおやすみ、おやすみなさい。あと1分ちょっと気まずい時間が流れます。カメラ切り替えれません家が丸見えです。ハンガー呼んでない、嫌です。もうここで寝っ転がろう。一回配信切れた瞬間寝っ転がる。一回寝っ転がりますもうそっから動きたくなくなる気がする。可愛い時間、やだやだやだ、可愛くないよ。仕事頑張ってね。笑顔が見れてるしかなも嬉しい。会えてみんなに洗濯物干そう。そのまま寝そう。それな、わあ眠くなってきたよ。バイバイ。あ、お日様さんまた来た。